いやどうも、引き続き弁太郎でございます。いやどうもよーじゃねえんだよ。あれよーの人はあれイバラッパですよ。イバラッパはね忙しいらしいのよ。つうのは10月結構イベントいろいろでライブやるらしいのね。で新曲をいろんな会場で初めてやるとこで新曲発表するって言っちゃったらしいのよ。筑波と下妻とあと笠間かな、3つもだから3つ作んなきゃいけなくて今作ってるらしいの一生懸命。だからそうあと生徒の皆さんにも謝っといてって言ってたんだけど、効果はまだできてねえっつって効果も歌詞作ったんだけど新曲3つ10月までにやらなくちゃいけないから全然やってらんねえんだっつってやってらんねえって言い方もあれなんだけど、もう俺が茨城弁だからそういう口の利き方になってますけど丁寧に言ってた。彼はな、俺は今こういうぶっきらぼうになってるけど、そうというわけで今回は音楽ないんですよ。イバラッパーのね出演楽しみにした方はオンデマンドでね見ていただいて、で私今回また生徒で美術天の声先生来てるかなということで、天の声でございます。よろしくお願いします。こんばんは。イバラッパー先生は効果がまだできてないんですか？効果がまだできてないんですね。効果もね歌詞は考えたらしいんだけど結局曲の方があれから何にも進めてないらしくて、まあ彼も反省はしてたけどね。お忙しいですからね。まあしゃべなこういう時もな。じゃあこっちもちょっとかっ飛ばして問題の方に行って、今日はですね後ろにあるスケッチブックと今日クレヨンで描いていただきます。色付きだねこれ。じゃあさっ第1問目出しちゃいます。第1問目こちらです。ドン。茨城県がですね出荷量全国一である畜産物ですね。畜産物なので農産物とはまた違うんですね。わかりますか？畜産物ってなんだか。畜産物って一応わからない方のために畜産物を説明していただいてもいいですか、天の声先生。畜産物っていうのは要は畜産なので、例えば牛だとか、豚だとか、そういったものですね。家畜。今言ったってことは、それではないということですね。どうなんでしょう。なんで委員長そういう誘導人物ですか。委員長結構自信ない感じこれ。畜産物。いや。ちょっと待って。マジっすか。時間がないですよ今日は意外とね。ちょっと待って。ちなみに茨城の有名な畜産物っていうことでいうとですね、常陸牛、ローズポーク、つくばしゃも、奥久慈しゃもなどなどございますね。これ今言ってる中の答えに入ってるかもしれないですけどね。入ってるかもしれない。マジっすか？もしあれですね、よろしければ今度畜産フードコレクション2014というのをですね。三の丸庁舎で9月27、28やるらしいので行ってみたらよろしいんじゃないでしょうかね。マニアックだね。こういうのもね、情報もちょこちょこ入れていかないと、イバキラ TV なんで。そうだよな。県庁の方々に媚びを打って生きていきますんですけど。なるほどな。そうか、畜産物で1位か。さあどうでしょう、書けましたか？これはですね、ヒントを言ってしまうとですね、そんな複雑に書かなくて大丈夫ですよ。一応かけたけどね。ともこ委員長いかがですか？いいです。じゃあ弁太郎先生オープンしてください。オープン。ドン。したら大丈夫です。これこれ何ですか弁太郎先生。これ卵ですか？石？ロボの石じゃないですかこれは。ロボの石ではない。いわゆる鶏卵ってやつだよ。鶏卵。なるほど。ニワトリの卵な。でも畜産なのかな卵って。じゃあ続いてももこ委員長の答え見てみましょう。とりあえず先に。ももこ委員長はお願いします。こちらですね。ローズだ。ブダな。いや、ブダも作ってんだけど。貯金箱系ですね。貯金箱系ですね。目が猫みてえだけどな。じゃあもう正解を見てみましょうか。正解こちらです。ドーンと。予想したみたいな人が。卵ですね。よかった。じゃあ。あっつさんの俺。なんかそうだ。そうですね。もしかすると他にもなんかあるのかもしれないんですけど、卵はですね、茨城が出荷量全国1位になってます。よかった。畜産つったからな。やっぱ肉の方にどうしてもな気持ちがいってたけど。なんですけれども、これも畜産物ということです。なるほど。そうやっぱそれでよかったんだな。じゃあ引き続き2問目に行ってみたいと思います。2問目はこちらです。ドン。茨城県警のシンボルマスコットを描いてください。なるほどな。ちょ待ってくださいね。さあどうでしょう。ちょっと待って。ますかね、これ結構難しいんじゃね？これ結構難しいですよね。そうですね。ちょっとそうですね。モデルになっているもの自体はそこまで難しくはないんですけれども、実際そのマスコットまで描けっていうことになるとちょっと天の声もですね。うん、実物を見ながらじゃないと描けなかったですね。描けねえよなこれ。いや難しいよこれは。どうでしょうね。まあこういったところでですね、県警様のシンボルマスコットを描いてですね、天の声もちょっと上の方に媚びを打っていく。なんか今日は媚び売りますね。ちょっと天の声もね、長いものに巻かれて生きていこうかと思うので、そろそろ。なるほど。外科医ではそういうふうに生きていかなきゃいけないっていうふうに最近分かったんですよ。そうだよな、やっぱな、厳しいもんな、世の中はな。今までこう竹中にね、展開からものを見下していたんですけれども、ちょっと皆様に頭を下げてですね、生きていこうかと思っていきますので。なるほど。それでは先ほどのあれですね、ゴージャンのフォームの話なんですけれども、それもそんなに難しくないんで、どんどん投稿しちゃってください。まあそうだな、思いついたのをね、どんどん送ってもらえればね。そうですね、もうお気に入りに投稿した方は、もうさっと投稿していただけたものだと、天の声を持っておりますので、よろしくお願いいたします。一応、かけたっつうか、大体できたけど。どうでしょう、かけましたか？天の声先生、天の声先生じゃない、天の声先生、俺だ。ペタロ先生はかけたと。でも似てないね全然。院長はどうですか？私もかけましたけど。はい。じゃあ今度はどうでしょう。院長から先に出してみましょうか。わかりました。はい、じゃあペタロ先生の方に渡してあげてください。はい、これ院長ですね。院長の回答こちらです。ドーン。透けるかな？あ、なるほど、こうなっちゃうんですね。あ、透けた。これなんですか院長？これひばりの、はい、なんだっけ、ひばりくんじゃなくて。カモっぽいね。なんかカモとかカモネとかなんか。ひばりです。海猫系です。ひばりです。ひばりってそんな水かきついてましたっけ、足元。羽です。ペタロ先生ちょっと上出してもらって、これ水かきですよね。足です。はい。なるほど。じゃあ次ペタロ先生の見てみましょうか。はい。いやいや俺もまあそうなんだけど。こちらと。同じじゃないですか。これひばりです。同じじゃないですか。これひばりくんだよね。ひばりくん同じじゃないですか。そう、足が分かんなくなったな。じゃあ正解を次見てみましょう。正解こちらです。ドーン。はい、ひばりくんですね。そうだよね。ひばりくんですね。これ私のこのあれ？そっか。あれ？どうしました？院長何か気になりますか？なんか捕まってませんか？誰？犯罪者ですねこれ。容疑者ちょっとこれちょっとまあこういう犯罪者はですね晒した方がいいんでズームしてみましょうか。はい。お。ああ。安尾さんっぽい感じでね、本人かどうかわかんないけど、僕は安尾さんこういうことしないと思うんですけど、この方はおそらく公然わいせつ物陳列罪的なあれですね。露出してしまったんですかね。まさに陳列だな。そうですね、陳列ですね。なるほど。なんか今日はペンタロウ先生もイバラキング先生もなんかそういう感じですよね。今日はずいぶん本当になんかそういうのが切れてるある意味。今私の中で音声が一瞬途切れたんですけど、プツッと。ちなみに天の声はストップひばりくんが大好きです。なるほど、ね、ということで今日は美術の授業は以上にもとなります。いやこういう感じだったんだね。そう俺もひばりくんつら分かったんだけど。そうです私も分かりました。ひばりくんメールとかもあるわね。そうなんですか。なんかあるよねそういうなんかある時にね。メールっていうのがあって、メールマガジンみたいなやつですね。登録しておくと防犯情報とか交通事故の情報とかあとはイベントの情報ですね。県警でやったりそういうのも出してくれると。媚びを打っていきますよ。そうですね。じゃあこのままなんか今日は天の声先生も天の声先生のエンディングとかっていうエンディングね。なんか新鮮ですね。じゃああれかな。ツイッター紹介ってやつですかねここで。はい。あんじゃない。まずじゃあ下からあれですかね。クリボーさんのところは見えねえな。運動会やっぱ出てたね。出てた。ですよ。あとはイモンさんポンポンアイスが楽しみでした。ポンポンアイスって何ですか？ポンポンアイスってなんだっけな。こういうふうにやるのはあれ水風船だよな。風船なんだっけヨーヨーか。あれかななんかゴムに入っててちょんってやるとビュって出てくるやつ。おっぱいアイスですか。そう今言おうとしたけど言わなかったのに。はばかれて今言わなかった。卵アイスって言ってくださいよ。いやあれは一般名称だから別にいやらしくもなんともないですよ。卵アイスって名称で売ってます。まあそれといいや。そうなんだ。あとマリコ・ローズバンクさんはね、カラスウリを足に塗ると速くなるって名刺は見とりまったよって。そうなんですか。おおほらやっぱりね。天の声先生はカラスウリ食べたことありますよ。うまいの？全然美味しくなかったです。ああ、納豆っぽいけど全然違うね。なんとなくちょっと食べてみたくなったんですけど、あと今調べたら毒はないって書いてあったんで、よかったなと思って。じゃあ大事だったね、以上ね。今いますもんね、天の声先生ここに。そうか、もんももんね、もんもってこしいなってね。そうそう、もんもなんだよ。院長はもも好き、ももの子だけに。私実はお母さんからじゃなくて、もうから生まれたんじゃないかな。ああ、新たな設定がな。なるほど。設定。で、もぎるから。ああ、もぎる。もぎるものだから、もんもみたいな、どうなんだってな。渋柿を友達に食わせるエンターテインメント。ああ、罰ゲームだね、いわゆるね。母さんの弁当。母さんの弁当をバカにするなーっつって。あれ、母さんがね、詰め込んだっつうか。胃が入れられてる時点で愛されてる。栗のトゲあったよな。そういう愛情ですか、アメとムチ的な。ああ、じゅんさん書きたいですか。ああ、茨っぱ先生これないのか。ああ、すいませんね、言ってきます、伝わってきます。ね。茨城は豚だ。豚だってなったけどね。豚。卵かな。卵つってる人もね。あ、友部の豚つってね。豚も結構多いんだよね。豚もそうですね。はい、豚は全国2位だったと。ああ、鹿児島が強いんだな。はい。弁太郎先生のひどい。ひどい。ああ、失礼しましたね。ひばりくん。ひばりくん、やっぱこれ有名だね。なるほど、なるほど。あ、陳列ね。陳列剤。はい。さっき社会の時に共有の講演があったじゃないですか。はい。あれはですね、まあ場所も分かったんですけども、他にもなんか何か所かあるみたいなんですね、茨城県。ああ、あるよね。もちろん森林公園もそうなんですけど。森林公園もそうだしな。そこは森林公園じゃないですよ。ぜひ皆さん調べてみてください。坂東市の八坂公園にもいた気がするな。八坂公園にもいますね、そうです。あ、やっぱりいるよな。やっぱしね。そういろいろ。じゃあちょっと恐竜もシリーズ化したいね、これね。何でももう好きさえあればシリーズ化しちゃうからな。好きさえあれば。この番組。なるほど。というわけで天の声先生はあれですか。いろいろゴージャンも。関わってるわけですね。いろいろやってます。さすがですね。そうそうね。天の声としてのギャラを上げていただきたいかなと。なるほど。まあそれはね。そこら辺も含めてこう言ってるわけですけどね。なるほど。はい。いろいろあるわけですね。ね。はい。生活が苦しいので天の声も。大人。ああ、そこまでね。はい。見ましたよ。やっぱみんな大変だけど頑張って生きていきましょう。はい。失礼にまとめました。はい。つうわけでですね。ああ、そうだ。一個インフォメーションなんですけど、イバラッパーの上層の PV あれもねやっぱり忙しいらしくて、あれも作ってるらしいよ。まあ、イバラッパーが作ってんじゃねえんだけどな。あれは来週そうチラ見はさせられるみたいなこと言ってました。チラッと見せてくれるんですね。そう全部は無理かもしれないって言ってました。じゃあチラ見せ交互期待。はいということでね、はいそれ出てくると思いますのでね、来週はね。はい。ではですね、明日のこの時間は何になりますか。はい。明日のこの時間は茨城県から生まれたお笑い芸人水炭水耕さんの水炭水耕のキンキラ金曜茨城編をお送りします。楽しみにということでね。じゃあまた来週ですね、木曜日の夜9時にまたこの教室で、あ、最後感じたな、この教室で慣れてないからおじゃっぺだなやっぱな、締め慣れてねえんだこれ、茨っぱ来週行くと思うからね、楽しみにしてください。というわけでまた木曜夜9時にお会いしましょう。じゃあ皆さんさようなら。バイバイ。